ユキバもドラマ出てほしいって。いやごめんなさい、死んじゃう倍ですから。マイカ様ですから。やめろやめてくれ。マイカ様ですから。お母さんが見てる。マイカのお母、お母が見てる。お父さんもお母さんも。今度会いたいです。今度会いたいです。会いたいです。もうちょっとしたら多分来るよ。あ、本当ですか。うん、お母だっけ。会いたいです。そうだ、この間会えなかった。そうだね、あれ先週っすよね。 TGC の時で先週っすよね。うん本当だ。いや、あなたは外れても大丈夫です生きていきます。ここに影がやってくれてるんだよ。ほら見てて、いいエフェクト。ほらイエイ。いや、マイカ様は外して OK です。私ちょっと今死ぬす死ぬすエフェクト取れても変わらないのすごい。ほんとね、びっくりしちゃうわよ。いろんなエフェクトがある。気まず気まず、絶対今外れてますって。気まず、嘘気まず。あ、これは、あ、間違えた。インスタライブってそんなできましたっけ。うん、暗、あ、いいんじゃない。うん、好きな食べ物何ですか。好きな食べ物なんだろう。いちごですね、はい、あ、別に可愛くぶってるとかじゃなくていや、マイクさんは間違いなくいちごです。絶対いちごあるよね。はい、もういちごをめがけてスーパーに行くから家にあるっつってんのにめっちゃ追加で買ってきますから、うんうん、足りないんじゃないかって思うんだよね。結局食べたんですか。あれ食べたよ。あ、食べた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 食べました。だって一緒に食べてないっけ。食べました。食べたよね。はい、いちご飴好き。いちご飴、あのなんか、うん、屋台みたいなやつですか。そうとか自分で作れるじゃん。いちご飴作るんですか。グラニュー糖溶かしたらできるじゃん。かければ。いちご飴、でも本当にちょうどいいところでかけないとマジで苦くなるのよ。ちょっと食べると普通にそのままで食べないですか。いちご、いちご飴にしても食べるんですかうん、そのままでも別にいいよ。好きすぎません。あれありゃありゃ、びっくりした、びっくりしたびっくりした、ありゃありゃもう卒業式の時期だよね。そうだ、3月です。3月、お卒業おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、なんだこれ、スポンジボブ。え、下半身なんか分解されてない。え、スポンジボブじゃないよ。え、スポンジボブじゃないですか。違うでしょ、なんだこれは。癖の強いコメントしてくるなえ、スポンジボブですよ、これ見て。あ、ほんとだ、私の方で見るとちゃんと違う。ほら、なんか下半身分解されてる。あれ、え、すごい、スポンジボブです。なんで、何が違うの。勝地さんいるっていう。勝地さん気に入られてる。お疲れ様ですお疲れ様です。勝地さん、お疲れ様です。スポンジボブだよ、だってやっぱそうだこれなんかすっごい虫、虫すっごいなくなってるじゃないですか消化されてる。お腹いっぱい。うん、癖の強いコメントだった。ほら、また来た、うん、もうええて、もうええて、うん、はぁ、あ、来てますよ。なんで見てるのバレるの、やだ恥ずかしい公式マークついてるだけで結構目立つんですよね、コメントコメントでしかもなんかみんな見てるよって。この間も私、そうそうそう、マイカ様の隠れて見せたら、あ、そうだよね、みんなにバレたから。みちょぱが見てるってコメント来てた、はい、ひっそり見てたのにバレたと。ピンクなんだけど顔。
ないんです。どうしたんだ。おかしいな。ネイル見せてってもなんかボロ。まあまあまあ。これ何かけてんの？いやいやこういうデザインです。やめてください。うっす。カナちゃんと最近会いましたか？合ってるよ。結構合ってるよね。カナ。私結構前ですよ。あ、そっか。2週間ぐらい前。結構じゃね。最近だ。あれは最近だ。いつだっけあれ。表参道。あ、でも2週間前ぐらい。日曜日。うん。あれ？いや。2月頭？うん？うん？皆様お気づきでしょうか。結婚しました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 。マイカに街で会ったら喋りかけていいの？友達か。私がボディーガードします。全然いいですよ。結婚ってよく見てくださいよ。指が違うじゃないか。これがこれなんで。これがこれなんで。おつ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 。闇バイト家族で見てるよ。ありがとうございます。ね、2人どうやって仲良くなったってさ、あれだよね、最初はマジ10代だよね。あの動画、うん、ういういしいあの動画、この前みゆが送ってきたんだけどさ、あれいつでしたっけ、2015年とか言ってましたっけ。結構前だった。2017年とか15年とか、あれいつでしたっけ。2017年5月、うん、7年前に謎のキャスティングのなぜか2人でスターウォーズのイベントをやるっていう、ね、やって、でもその時は全然だったんだよね。はい、もう挨拶しかした気はないし、でもバラエティで結構ね、うん、共演をしてたもんね。うん、いやもう夜会とか結構、ああ、でもああでもそれそうですね。でもその時もそんなにですよ。結構カットされてるね。はい、結構喋るからあなたが。お互いにでもプライベートマジ去年ですよね。うん、去年からマジで結構いいペースで会えてるよね。はい、今年入って結構会ってるよね。だってこの間2日連続会って、ちょっと会えて2日連続会ってみたいな感じでしたよね。うん、はい、すいません。出かけたりうちにいたりだよね、基本の家の家率高いですけど、うん、基本家が多い。みちょぱ敬語、ね、敬語やめてって言ってんだよ。マイカ様なんで敬語やめてよ。みんなで言いましょう。マイカ様もやめろ。マイカ様やめて。マイカ様もやめてって言ってるんですよ。もう無理っす、こっから。無理じゃない、無理じゃない、もう無理っす、こっから無理っす。無理じゃない。MK、みんな2回聞くよね、んって、マイカ様？なるよね。マイカ様なんで。せーの、マイカ様。マイカ様。眠そう、マイカ、うん。さっきめっちゃ大あくびしてたじゃないですか。うん。闇バイト見てくれてる人、あれ結局あのお母さんどうなったんすか。え、あれそこで止まってるわ。え、そう、騙されちゃうみたいな。うん、国際ロマンス詐欺ね。やべ、国際ロマンス詐欺反射反射キマゼット、うん、キマゼットね。すっごい響くじゃん、このキーすんげー響くじゃん。キマゼットって何？新しいピアスなんか開いてんの？私に聞いてます、うん、絶対マイカ様ですよ、うん、いいんだよ一緒に答
2人ってマイカ2個結構空いてる。私ここ3個とギャルだったらさ、こっち2つです。あとへそです。あーへそね、へそってさ運勢変わるっていうね。えなんかえでも結構前からでしょ。高1ぐらいです。あ逆に良くなったかも。うんうん、良くなってると思う、うん、へそのおかげで。そうなんですか。テレビで分かってる。さっきもねテレビ出てたじゃん、占いですね。あ占い、マイカ様の好きな占い。うん大好き。ありがとうございます。占っていいですか。ありがとうございます。俺のマイカだって。俺のマイカじゃん。何言うとんねん。どっち何言うとんねん。あここ前かのお家です。言いたくない、うん、ここ前かのお家。一時期めっちゃ TikTok やられてますもんね、あれね。だってしかもさあれ前のやつですよね。そう2年前ん、うん、それがなんかすごい流行っちゃったっていうか、なんで流行っちゃったか分かんないんだけど、前か当たり前に言うじゃん。だってはい、ミウンチとか言う、言いますね。でしょ、うん、んみんな言うじゃん。多分言い方っすよ、あれ。イントネーションとあれがなんか相まって前感じ、ここ前感じだからっていうです。以上、マイカ様結婚してください。無理です。無理です。無理です。嫌です。みゆ呼び熱。そう、私のこと地元の友達も最近みゆって呼んでる人あんまいないですもん。言ってたよね。珍しいっすよ。誰いや、この公式マークスが誰と思ったら全然知らなかった。結婚したい、結婚したい、付き合いたい。無理無理。私人妻。うん私も。みちょゆすっげーなった。肩何今の。肩すんげーなった今。パキパキって言ってたよ。これさ一緒にさあれしてさ、こうやって並べたらさ、でこっちさ、え多分羽織りますよ。なんかヒュン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 って聞いてる側が多分近くでやると、遠く離れてどっかの部屋とかでやったら多分大丈夫なんですけど、一回やってみよう。どうやってやるの。プラス、あ、プラス、あ、これと、あ、来た、あ、やべ、あ、撮ってる。いや、こっち、めっちゃ向かこう。ハオちゃんじゃないですか、だからこれ、どうしたらいいんだろう、こう、なんかすごい、ビビタルさ、あ、いいじゃん。もう牛乳いらない。はい、飲み終えました。これ、ハオってる。じゃあ、ハオってんじゃないですか。ハオってる、ハオってるけど大丈夫。え、絶対大丈夫じゃないでしょ。これ、これ私の方に来たコメントか。うん、あ、やばいかも。あ、これマイクオフしてるんじゃない。確かに。あ、いや。あ、これ音消せばいいんじゃないですか。ここ。これで、え、あ、完全に消えたの。なんで？これだとどうなんだ。入ってる。なんでこれオフにしてるの？声聞こえちゃうの。一個ついてる。なんで？今消しましたよ。消えないもの。一つ音消す。一つ音なんか戻ってくる。一つ音消すって何？こっち消すし、マイク消してる。で、こっちの、あ、ほら、でも上がってきちゃう。すごいうるさい。ちょっとやめよう。はい、やめまーす。やめまーす。こっち私の方やめまーす。はい。あ、は
羽織ってんだ。羽織っちゃうんですよね。片方ね、オフってんだけど、マイク。なんか音量もなんか0にしてるのに絶対1ついちゃう。うん。リズム刻んでるってして。パン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 。虫の鳴き声。ちょっと本当に来ます。スズムシ飼ってんのかと思ってた。はい、どうぞ。リップ、リップ何つけてる？なんかね、リップ何つけてる？なんかブラウン系。あ、食べないよ。匂い嗅ぐな。え、してます？あ、取り出す。なんで最近さ、みんなさ、香水を知りたがるわけ？今、お香のいい香りがしてます。このうちは。うん。うちお香炊くからね。どっちどっち。チビのうんちの。量がすごいじゃん。お香のさ話してるときにさ、草はやばいって。くっさーとか言って。最近スラブしてますね。うん、してる。してる。トップスっていうこれあれ、カシュレ、カシュレ。なんか、ここに名前が入ってる。嬉しい。マネージャーさんがプレゼントでくれたんだ。香水めっちゃ聞かれる最近。香水つけてます普段。今つけてない。オイル塗るようにしてる。髪の毛。うん。ボディ。ボディ。うん。天才なんだよね。人間じゃん。激しいって。なんかちょっと。一応パーは。はい。なんでしょう。って書いてある。一応パスピンだって。スピンも。いいよね。キマゼットやばい。キマゼットやばい。最近なんか言っちゃうんですよね。何キマゼットって。え、キマゼットって言うんですよ。言わないよ。最近の若い子。キマズでいいじゃん、別に。キマゼット。ゼット。なんでそんな増やすわけ？マジマジマジ。聞いてください。言うよね。キマゼットとか言うの？私もそれで学んだんですもん。したらなぜか、多分今もう流行ってないかもしれないですけど。聞いたことない。キマゼット。え、絶対言う。言うよね。言うよね。え、キマズ。でしょ。だからほら、キマはひらがな、Z はあの英語、そうでしょ。キマ Z、あ、そう、文章にしたらキマ Z だけど、それをキマズって言うのか。そうだよ。でも変換するのもさ、ローマ字に変換しなきゃいけないじゃん、画面を、あのキーボード。それめんどくさいから。でしょ。だったらキマズって打てばいいじゃん、別に。キマ Z っす。なんで言わないって言われた、うん、もう流行り終わった。あ、でも言ってたは言ってたんだ、ほら真ん中の人から多い。怖い、うん、どこにいるの。もうあんまり言わない。ちょっと昔じゃないって。でも言ってたんですよ昔だって。でも言ってましたって。でも言ってたのは確か。キマゼットキマゼットなんで、ちょっと引き気味でお願いします。キマゼット。私の両親ずっと見てんの。多分一緒にいるけど。二人でる。別々の携帯で。なんかエフェクト変わったんだけど。気まずい。どうやってやんの？気まずいと気まずいと。気まずいとやばい。これならいいじゃん。これ。ほぼ見えてない。うん。
誰でもいい。キモゼット。書いてあるキモゼットって。スマホケースの話を忘れてるんですけど。本当に気をつけて。すいません。本当に気をつけて。すいません。え、この絵可愛くない後ろの。可愛い。可愛いね。マイクをイメージして作ってくれたんだよ。喋ってます。あれ前言ってましたよね、友達。じゃなくて、あれ？ああ、インスタに上げてたんですか？そう。地元でご飯を食べてた時に隣の席に座っていた女の子がいて、その子が応援してますって言ってくださって、え、何されてるんですか？ってそっからなんかマイクもさ、お酒飲んでたからさ。うん、結構なんか絡んじゃって、え、何の仕事してるのみたいな。だるがらみたいな。絵描いてますみたいな。絵描いてほしいみたいな。あ、それで？え、そう、本当に描いてくれて。めっちゃいいです。で、会社に送ってきてくれて。へぇー。こんな大きい。びっくり。あっちもあっちも。あ、本当だ。あれは、スタイルブックのイベントにも遊びに来てくれたんだけど、へぇー。その時持ってきてくれて。いや、その子も嬉しいでしょ。こんなマイカさんのお家に。だってめっちゃく良くない？インテリアにもあった。力強いよね。うん、確かに、マイカ様っぽいって言われたらマイカ様っぽい。こう見えてるんだって思った。この配色。黒白。黒白金。白黒。あれ。さっきも言いました。白黒。さっきさ、なんかあの、ヒルビルが、あの、配信。サブスクに入ってて、めっちゃ超テンション上がって、でそれも普通に音楽を聴いてたらミユがなんかリモコンに当たっちゃったんだよね。ソファーの後ろにだってなんか置かれてたんですもん。そうで、それを多分押しつぶしてサブスクが開いて、あるじゃんっつって、え、キルビルじゃないみたいな。めっちゃテンション上がってましたもんね。そう、私のおかげだとか言い出してそれはそうみたいな。見つけ出した、うん、見つけ出してくれて、それを見てたんだよ。はい、そこで最初ね、白黒だから。そうそう、最初のワンシーン目が黒白なんだけど、黒白だよって、最初これずっと黒白じゃないよって言ったら、ちょっと待ってください、白黒なんですかって言われて。どっちでもよくない。いや、白黒っす。黒白ってなんか、絶対白黒っすよ。別にさ、わかるじゃん。黒白と白黒、別に。白黒だよね、みんな。じゃあ、せめてモノトーン。モノクロ。うん、モノクロも黒が最後ですよ。なんで黒が最後なの？じゃあ。そんなに言われたの？そうやって決めた人がいるんですって。誰が決めるの？それは。調べて、誰か。誰か調べて、私すごい詰められてるから。白黒っすね、だって。もう白黒。白黒派が多い、やっぱり。白黒ですよ。酒飲んでないです。飲みながらやってると思う。私でもマイカ様飲んでるの見たことないですよ。うん、だってお酒、作品中はとか、なんか、ま、なんか波がある。飲みたい時と飲みたい時とか。でも私やる時基本車ですもん。そうだね。黒白、私も言うから一生嬉しすぎる。え、何、黒白ってそんなに言う人いるの？ユニクロだって面白くない。いや、笑ってるし笑ってるじゃないですか。ユニクロだって面白くない。面白そうです。笑ってます。二人の最近の流行り何？流行り、結構ゴルフ行ってない？ゴルフ行って、あ、笑われて言ってないですけど。あ、そうだった。この人さ、あ、そう、そうそう。マイカもさ、あばらやっちゃってて。そうっすよ。それ言ってたんですよね。え、もう1ヶ月ぐらい引っ張ってたよね。もうちょっと。いや、ずっと言ってましたよ。マジ痛い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 。咳喘息になって、ドラマの撮影中に。あ、そうだ。そうだよ。で、咳止まんなくて、夜中ってさ、咳ちょっときつめになっちゃうじゃん。寝る前とか。そうそう、やばいし、本当あの続けてください。なんかあの
何にも絡んでない、本当に空気だけの咳の時、ええ、一番しんどいやつ、から咳みたいな、うん、から咳がずっと続いてて、わかるわ。そしたらピキピキって言ったの、夜中に。いや、私それなかったじゃん。ピキピキない、咳はマジで言ってますよ、絶対。え、でもレントゲン撮っても折れてはないの。いや、私もレントゲンには映ってなかったですもん。でも折れてるっす、折れてるって言いました、触って。あ、そうなの。折れてる、だから絶対折れてましたよ、マジで。そんな話を聞いた1週間後ぐらいに私がやばいっすって言って、うん、バカにしてたんで、やばら折れてるんですか、折れてるんですよみたいな、お大事にしてくださいよとか言って、したらバカにはしてないっす、数日後に自分折ってるの。そう、LINE、あれ、そんなたまたまでしたっけ、 LINE してて折れてましたって LINE した記憶ありますもん、うん、あばら私もやりましたみたいな、マジ痛かったっすもん、ニュースになってたね、なっちゃいましたよ、もう大丈夫。何で言ったのあれ、は、なんかついた、なんかくそ、好きっすね、ハト、あ、ハト、あとハート、あ、え、なにこれ、あ、そう、これもできるんですよ、インスタライブの、あれ、ほら、なんかグッとってやるとグッとついてくる、あれ、最近思ったことか、じっとしててください、一回じっとしてて、あれ認識されない、ハートってこんな綺麗な、おー楽しそう。いや、でもグッとってやるとグッと出てきます、あれグッとじっとして、暴れないで、おお。なんか両手でやるともなんかがあるとかあるんですよ、ほら、花火、そう、何これ、インスタライブで知ったんですよ、覚えたてのことを、他にもあるのかな、じゃあなんだっけ、ピースダブルピース、ピースで風船ダブルピースでなんかとか、ほら、ああ、髪の毛、なんだっけ、キツネ、え、キツネもやれんの、はい、強っ、なんか強いよ、パリピ嫌いなタイプ、パリピ嫌いなタイプ、パリピ、私も乗り仲良くなれそうになる、うーしか言えない、うん、嫌いとか言うから、嫌いとか言うからコラボになっちゃったじゃないですか、来い、頼む、パーティーモード、ダメだ、いや、多分両手、うん、無理無理、ロック的な感じ、そういうこと、キツネじゃなくてもいけないんじゃない、でもキツネって言われましたもう、何なんだよ、あ、大勢だ、親知らず抜きました、だってそうなのどんな報告おめでとう、痛いんですよ、おにぎりくん来たって言われてるよえ、一本ずつされちゃってんじゃん、ね、本当におむすびみたいになっちゃってんじゃない、気まず、気まずった、気まず、今普通に言ってた、言ってたじゃん、今気まずって、別に言い直さなくてよかったやん、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 みちょぱスマホだって、お待たせ、コメントをこっちで見ようとした、押します、キモセット無理して言わなくていいですけど別に無理はしてないんで、そんなことわざわざ言わないで、うん、言わないで、足臭そうだ、え、マジいい匂い、私足マジっす、マジっす、足マジ、足マジいい匂い、いくらあるんだろう、臭くなんない、臭くなる、臭くならない前かも、マジ全然無臭、いい匂い、ちょっと無臭だった、嗅ぎます、いい、マジマジマジ親知らず抜いたら腫れるって言われたんだけど、
もともと太ってる人は腫れないって遠回しにデブって言われました。つらつら。じゃあ腫れなかったの？腫れても分かんないってこと？うん。おすすめの映画、キルビル、うん、キルビル面白い。はい、ちょっとだけ見てました、さっき。ね、だ別に流し見しようって言ってたんだけど、結構真剣でしたよ。パッて見ようずっとこっち見てて、見たら、いや流し見じゃなくないですか、ガッツリ見てるじゃないですかってえ、別にとか言って携帯中で結構真剣に見てて、私も最初真剣に見たら、あの銃声にやられたし、びっくりした、マジであれ。マジびっくりした。バーンっていう音でビカーってなって、マジびっくりした。そんなびっくりするみたいな。マジビビったあれ。何言うく二人そろって目を細めて眺めるのやめてもらって。目悪いんですよね。うん、見ちゃう、こうやって見ちゃう。うん、別に睨んでない。目が悪いだけ。そう、目つきも悪いし目が悪いだけ。それはそうっすね。誰が見てるとかさ、なんかもう分かんないよね。あ、そうなんだ。はい、その結構ね、見ると合ってんだけど、写真撮らないし、基本ね。常にすっぴんだし。まあ、今日もあれなんだけど、スピンなんだけど、なんかほんと遊んでほんと解散みたいな感じだもんね。喋って、うん、最近こういうことがあったっていう情報交換、うん、近況報告、近況報告だね、して解散、解散みたいな。年末さ、ギリあったじゃん、28とか29とか。年末です、28、うん、会いました。1時ぐらいまでいたよね。いや、私もあーどうしようかな、居座りたいなって。そうだよね、マイカさんは落ち着いちゃってたもんね。マイカさんはお風呂ため出したから、うん、帰ろって。いや、お風呂はいつも、ま、なんかもうタイミングでためちゃうんだよね、マイカ。お風呂掃除してとかだけ言ってた、うん、あ、帰ろって。いや、そういう意味で言ってんじゃない。遠回しに帰れって言ってるんじゃないのよ。いや、でも帰るタイミング見失ってたなと思ってたから、うん、まあ帰りました。長いしがちなんで、私は長いしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。普通に仲いい友達すぎる。お、少ないもんね、うちら、はい、同業で仲いい人たち、かなり知り合いは多いんですよ、結構で、会ったらお話しするっていう方も多いんですけど、そんなに1対1で会うとかないよね、あんまり。ほんと片手に収まるぐらいしかいない。私3本の指ぐらいです。やばいじゃん。あとはあ、地元の友達ばっかりで、うんうん、そのイメージ強いかも。もう連絡する人が限られてる、うん、だからそうなりますよね。うん、それが一番楽。姉妹みたい。姉貴。どっちがお姉ちゃんなのか分かんないときはね、たまに。いやいや。しっかりしてって言われるときもあるし、本当に。変なとこ抜けてるじゃないですか。しっかり してるのに、変なとこ抜けてるから、たまに。たまに怒られるときある。たまに、ちょっと、かわいいところがあるんです。よく言えばね。いやいや、かわいいっす。ギャップっすね。こう見えて、黒白って言ったり。ええやろ、それは別に。私は永遠に言うだろうな、それ。いじってる。今日はお泊まりですか？違うよ。みゆ、明日から朝早いのか。朝早いです。あれ？明日、全然広告の。ああ、そうなんだ。誰と仲いいの？誰と仲いいの？この辺の連中に会ったのはあれですもんね、かなちゃんですもんね。そう。3人で。3人で遊んだ、カンナと。あんな真っ昼間の日曜日に表参道歩くと思わないですもん、私。
確かにクレープ食べたよね。普通に歩くからね、このあの2人。ちょっと勘弁してよって思いません？みゆが気使う。いや、そうすると思うよ。いやいや、私はすっぴん割とバレない方なんだよ、やっぱり。いつもメイク込んで。でも目でわかるやん、でも。髪型と。テレビこのままで出てるやん。メイクはしてるけど。あなたたち2人。薄くなったじゃん、メイク。最近だから薄さバレるじゃん。いや、にしてもすっよ。バレるっちゅうねんっていう。メイクは基本的に、あの、変装しない。結構堂々と いてらっしゃいますもんね。うん、普段から。うん。カンナちゃんもそう。カンナも目だからね。あれもと声。うん。喋り方。笑い声ね。もうすぐ、うん。通るからね。めちゃくちゃ。何クレープ食べて。そう。ちらクレープ食べてた。私は私は。そうそう。私は。あそこのクレープうまかったよね。なんか生地がカリカリでうまい。バターシュガー鳴らした？いや、するかこんなインスタライブ中キマセットキマセット危ねキマセット。私が好きなんだよね、最近。なんかあれ美味しかったっすね。うん、私一口しか食べてない。カリカリの生地が好き。あれ、あの時なんであれ、お昼ご飯どっかで食べましたっけ。食べてない。食べてない。こんなお腹いっぱいだったの、あの時。あ、ラーメン食べた。あ、ラーメン食べた。昼から。うちら3人でラーメン食べた。昼から家系ラーメン食べて。そうそう。そうっすよ。それで、ちょっと歩いて、甘いもん食べたいって急に言い出して、クレープ買って。クレープ買って、オレンジジュース買って。そうそう。で、カンナの誕生日プレゼント買いに行ったよね。あ、そうだ。うん。うん。うん。カンナってハシカン？ハシカン。ハシカン。そう、私が言ったんですよね。そう、ハシカン。ハシカンさん。ハシカンさんです。千と千尋。なん、ね、頑張ってるよ、今。忙しいだろうな。うん。カンナもこれ、持ってる。ピンキー。ダイヤのピンキー。私が便乗しちゃった感じ感じる。なんて便乗したじゃないですか、私。え、そうだよ、3人で。あ、いいっすか。カンナの誕生日プレゼント買いに行ったのにミユとマイカも買ったんだよね。お、いいっすか。同じやつ。あ、私買います、全然。そう、注文したんだよね。で、この前やっとできたんだよね。はい、私は今日やっと今日取りました。便乗、うん、細いの可愛いじゃん、このさりげないさ。ね、なんか主張してみなくて。すっごい細かいダイヤのこれ。確かにこれつけてるの忘れそう。ね、忘れるの軽いから。怖い、怖い怖い、それ怖いっす。でも抜けないんだよ。ちょうどいいわ。かわいいっしょ。かわいいっしょ。オーダーメイドでーす。オーダーメイドでーす。でーす。今行きたい国ありますかですって。ピンポイント国？え、ドバイ。おお。え、ドバイ、シンガポール、タイ。おお。バリ。おお、結構ありますね。うん。南国、あったかいところ。うん、南国結構行ってるよね。私もそうですね。東南アジア好きです。どういう意味です？潜っちゃう。海に潜れるとこ行っちゃう。いいね。あれ、資格いるの？資格いるやつは、スキューバダイビングで、ポン、ポン、あれをつけて。いつも私たちやってるのはもう、素潜りなんで。何もつけて。続く。続ける限りだけ潜って、出て、ね、繰り返しです。楽しそう、でも。いいっすよ。行こうよ。海外。行きましょう。海外か、沖縄。沖縄。いや、沖縄行きましょう。一旦沖縄攻める。一旦国内行ってからだよね。ですね。うん。海外。後ろの絵というか模様、絵だよね。どう見たって。花粉症？花粉症っすか？うん、でも
なんかここが痒くなったりする。なんか顔が乾燥して。でもそんなくしゃみとかしてないですよしてない。だからくしゃみとかはない。顔顔つらいですよ。痒くなって鼻の皮むけたりする。え？乾燥して。今大丈夫ですけど。今大丈いびきかいてる。夫。いびきかいてるワンちゃんが。ディズニー行く予定特にない。ディズニーって突如行きたくなって突如行くじゃん。わかります。私行くみたいなぐらいのノリ。明日ディズニー行ってみるみたいな。でも朝から夜までは入れない。そうだね。夕方から行って2、3個乗って帰るみたいな。今アフターシックスまだあるんですか？あるでしょ。それが一番いい。そろそろやめる？ まあまあ30分ぐらいやりましたよね。ね、結構やってるよね。みんな見てくれてありがとう。ありがとう。暇つぶしに付き合ってくれてありがありがとう。とう。暇ではないけどね。はい。なんか急に思い立っ一て。旦さ、マシンガントーク終わったから、落落ちち着着いく。てね。はい。あ、インスタライブでもしてみるみたいな急にちょっとバタついた。感じで私、す。トイレ行っちゃおうとか言っそうて。そうそう。別にインスタライブ別にトイレ行けばいいじゃん。しかもトイレ行ったのにさっきトイレ行ったよね。違う違う、それ、ははは、ワそっンかコそっのかうんそっこか。捨てに行ったね。そっかそっか。はい。じゃあ。ありがとうございました。さようなら。